この私たちの業界の中でいうと、この N 響、特に昔の N 響っていうと、こうふっとこう、うん、ソリストもオケマンも一般の人も縮み上がるぐらい、震え上がるぐらい怖い存在だったと聞いて、それこそ全員男みたいな、そういう中でサウンドをビチッと作ってたと思うんですけれども、うん、今時が変わって女性の団員も増えて、うん、そしてこう非常に和やかな雰囲気になったと聞いてます。でそれをずっと見守ってきたのは神田先生の世代だと思うんですけれども、うん、サウンドに違いって出てきましたか？そうですね、まあ、女性は確かにね昔に比べるとうんと多くなりましたけど、でも昔っていたんですよね一番目立ってたのはオーボエの小島陽子さんですけれども、まあ昔から女性いました。でフルーティストは梶川真帆さんが女性第1号になるんですけれども、まあ、弦楽器もね女性はすごく増えましたし、管楽器ももうほとんどのセクションに女性がいるようになりました。サウンドはまあそれはね変わりますよね。まず昔に比べて、ね、もう格段に上手くなってると思います、うん、機能的機動的であり、まあ、ややこしい曲でも少ない練習でちゃんと音にしてしまうっていう、まあ、昔からそうだったかもしれないけど、昔の方が良かったよねっていう声はどこの世界にもあるんですけれども、やっぱり今の方が格段にもう技術は進歩してますね。昔と今で一番変わったのは音の出るタイミングですね。N響に初めて虎に行く前ですけれども、あのテレビとかで見てるとバーンぐらいの音が出てくるんですよね。そんなに遅いですか？まあ、ちょっと大げさあ、いやそうですかでもそうなんです。なんでここで出るのみたいな。で初めて虎に行った時にどうしたらいいんだろうってもう本当に怖かったんですけど、その場に行ってみるともう有無を言わさずそこで吹かざるを得ないんですよね。っていうかね、できるんですよ。タイミングを合わせるのはねよくわかんないけど、なんかもう周りの気に飲まれてしまうというか、できたんです。できなかったのは音を切るタイミング。じゃーんとこう音っていつも切るじゃないですか、フレーズの中とかも音一個一個とか、それが全然合わない。一人だけ長い。そう、それはまあ N 響の前に行ってたオーケストラでもそう思いましたけど、そのプロの音の切り方ってちょっと違うんですよね。プロはやっぱり残響の多い環境でいつも演奏しているし、うん、あ、なるほど、ということなのかなと当時は考えましたけど、音を切るのは指揮者も合図しないわけですよ、曲の終わりでもない限りは。でもみんないつも揃っている、これはプロなんだなというのは思いましたね。そう、音の出るタイミングが早くなったのはデュトワさんが指揮者になってからですね。あの人はもうここで出ないと嫌がる人なので、サバレス先生みたいにバーンみたいなのは、サバレスさんだと別にこう、うん、バーンってことはしないんだけれども、なんとなくあの棒を見てるとここっていうのが、ね、あるんですけど、デュトワさんのはここじゃないといけない。だからデュトワさんが来てからかなり N 響は変わっていったかもしれないですね。なるほど。そう、だから音の出るタイミングが変わるとやっぱり音のやっぱり色は変わりますよね。だから昔よりももう少しこうカラフルな感じになりましたよね。その昔の味わいがあって聞いてみたいんですけどね、うん、もう失われたサウンドということですけど。そうですね、うん、